欅坂一期、まさかの平手友梨奈が招集。ハライチのターンより、澤部、卒コン2日目は仕事で行けなかった。いっぱいやりながら配信で見た。一期生がほぼみんな来ることを原田アナから聞いていた。どうやら平手が声をかけて集まったらしい。これに対し反応は、えぐいな、平手が声かけて集めたって事実が信じられんわ。また関係者席の話で盛り上がっちゃうね。こりゃ素敵やん。澤部昔と比べると桜坂喋ること増えたな。ポン卒コンを取り巻く全てが漫画みたいですごい。平手をはじめ欅 OG たちに対して、欅曲に頼らない今の桜坂46を見せたポン小林、かっこよすぎる。正直辛いこともたくさんあっただろうに、今も愛してくれてありがたい。ある意味でこれで欅坂物語は終結だなと満足。なんか一期の最終回みたいになってるけども、まだ3人頑張っとんで。平手がいたというのが未だに信じられん。リカと平手の対面シーン特典映像でよろ。